しかし、あのでっけえ商人はちょろかったな。いつもあれくらい簡単だといいのにね。でもよ、あの商人札、やつらに渡してよかったのか？このままじゃ、いいように使われるだけだぜ。今さら後には引けないだろう。やつらに逆らえば、みんな殺されちまう。今の話、詳しく聞かせてくれないか？傭兵だ！スリがバレたのか？どうしよう。こんなところで、とっ捕まってたまるか！どこ行くんだよ、本座！あいつが本座か。ジル、この子たちを頼む。俺はあの少年を追う。わかった。まだそう遠くへは行ってないはずだ。この近くを探してみよう。お腹空いたよ。少年を見なかったか。慌てた様子で走っていったと思うんだが。それなら裏手にあるチョコボの放牧地へ向かったけど。ありがとう、恩に着る。ここまでか。待て、本座。別にお前をどうこうしようってわけじゃない。話を聞かせてくれ。分かった、降参するよ。俺はお前たちにスリをさせている元締めを探している。誰から仕事を受けた？サレキ旅団の奴らだ。いい金になるからって誘われた。悪いことしてるって分かってる。でも仕方ないだろう。こうでもしなきゃ俺たち孤児は飯さえろくに食えない。それに俺がやらないと他の孤児まで巻き込んじまうんだ。本座、お前。クライブ、ここにいたのね。さっきの子供たちは？エルイーズに預けてきたわ。それでグツと一緒にあなたを探して。ああ、あの時の。あんたの承認札ならもう手元にないぜ。サレキ旅団に渡しちまったからな。騒いだってもう取り返せない。仲間を食わせていくために俺はあいつらには逆らえないんだ。お前か。子供を脅して盗みを働かせていたのは。待て、俺は、クライブ。勘違いするな、俺は依頼されてきた。言い逃れするな。お前、そのブローチ。あれ？テオなのかい？グツ？そんなところで何してる？じゃあ、あんたが姉貴の言ってたやつか？姉貴？そう、エルイーズさんの弟だったのね。まったく姉貴め、教えといてくれりゃいいものを。俺はテオドール。さっきは悪かったな。テオドール、サレキ旅団というのは？この辺りに住み着いてる野党どもだ。難民たちの弱みにつけ込んで悪事を働かせているゲスな奴らさ。俺はこれ以上難民が狙われないように連中の手口を調べてたんだが、子供を使ったスリまでサレキ旅団の仕業だったと。本座のことは前から知ってるが、根はまっすぐなガキだよ。
他の孤児がスリをしなくていいように自分たちだけで背負おうとしてたみたいだな。クライブって言ったっけ？あんたら姉貴と一緒にスリの元締めを探してるんだろ。ここは一つ協力しないか？俺の証人札。それで何を協力すればいい？あんたらが追ってたスリの元締めも俺が調べてた連中も同じ砂礫旅団だ。だったらやることは一つ、どちらも奴らを潰せば解決ってわけさ。いいだろう。そうこなきっちゃ。さて話してもらうぞ、ホンザ。砂礫旅団の根城はどこだ？わからないよ。いつもやりとりは市場のすぐ外だったから。一度だけ奴らの後をつけたことがあるんだけど、途中で見つかって殺されそうになったし。その時連中はどこへ向かおうとしてた？レトニ峡谷の方だと思う。よし、行ってみよう。レトニ峡谷なら僕らの外だ。うちの放牧地で。お腹空いたよ。よし、行こう。あいつ、俺たちのこと嗅ぎ回ってた野郎だ。ここで片付けてやる。砂礫旅団の下っ端だ。尻尾をつかんだ。誰だ貴様ら。お前らやっちまえ。見えた。
パか。進みましょう。今日もたんまり稼いだな。ええ、難民どもはいい仕事しやがるぜ。ガキたちもだ。特にあの本座ってのは本当に腕がいい。ドジ踏んで捕まるまでは目いっぱい働かせねえと。あいつら、サレキ旅団のやつらか。クライブ、俺は加減しないぞ。花からそのつもりだ。あんな奴ら叩きのめしてやりましょう。ふん、二人とも行くぜ。なんだ、市場の傭兵どもか。クソ、これでこれで。この荷物は最近盗んできたものらしい。首飾りに指輪に財布に商人札か。よくもまあこんなに集めたもんだ。どうだ、大丈夫？まだ偽装された様子がない。あれならグッズの商人札も探せば見つかるだろう。ただ量が量だ。ちょいとばかり時間がかかるぜ。探すのを頼めるかしら。任せておきな。あんたらは先に市場へ戻って
姉貴に報告しておいてもらえるかい？わかった、伝えておこう。ここまでだな。